部長です。紬だよ。確か研究所を次は目指すんだったな。そのためのゲートを準備してくれてると思うけど。ここに来たのは前回行ってなかったから。まあ結果何もなかったか。そんな気もしたけどこれで気は済んだ。출발하십니까?종각을다투는상황이니더이상지체할수없겠지.이차원균열은어디로이어져있지?지면의숲에펼쳐진강력한기운탓에찾는데꽤나애를먹고있습니다.말씀드린것처럼지면의숲연구소로연결이되어있습니다.대단하군.쉽게연구소로진입할수있겠어.나으린께서무사히잘다녀오시기를기원하겠습니다.ちゃんと準備しててくれたようね。まあこれで研究所へ素直に行けそうだな。正直森の中を進むことも考えていたけど、その心配は不要だったな。あったらあったで面白いかもとは思ったけど。てかローグナが完全にエリアが切り替わるからそのせいだろう。デモートが病んだから。もうそろそろだな。て研究所に入ってないじゃん。よし、不合団研究所員が。그반대일수도있겠지.신속히이중이있는곳을찾아야겠군.ここ森じゃなくて建物の中だな。どういう位置づけ?まあ研究所だと思っておいていいんだろうな。さすがにこの建物の雰囲気さ。テロボット。연구소를지키고있는기계로봇이라.こいつは?なんかまあ読み誤ってるな。休憩挟んじゃってるから感覚が。このジャンプもジャンプでかわすのは得策じゃないのを忘れてる。ラフもすっかり。なんか別のゲームだったけど。そうじゃないんだけどな。ただの記憶か。となると道はこの下だな。そこからさらに右へってことね。でまたか。何してる。おっとしちゃったよ。大丈夫か。ちょっと感覚を取り戻すまで時間がかかりそう。マーガードできれば大丈夫だろうな。まだ大して進んでないのにこれか。ほんと調子が。とこれひなりいけない。無理か。上に向かってか。通りるのか。デモンスターハウスじゃん。でもこれはアイテムに期待しているんじゃないか。その前にやられないと。なんか完全に調子を崩してるな。前回のボス戦であれだけジャストガードを決めていたのに。ちょっと集中力を高めないと。では再戦いこう。今度はちゃんと裏に回して。まずはダメ。次少しは落ち着いたか。まだちょっとあれだけど。よし、いけたな。とこれはアーティファクトっぽいな。なんだろう。二段ジャンプが来たようだな。はや、でも嬉しい。これで届かなかった場所へもだな。となるとこの上か。まずはチュートリアルが出やな。なんか普通のジャンプでもいけそうな感じするけど。今みたいに一泊置かないといけない感じか。降りてる最中でも出せるみたいね。手取れないの？何も出ないな。なんだろう。まあ無視するしかないか。あまり構っていてもな。とりあえず地面のは片付けた。まとめて3匹とか来るときつそうだな。そこに遠距離攻撃とか混じっちゃうとね。
これは一旦売れ。これもただの記憶だな。で、上に行けるのか。ここからちゃんとしたフロアに出そうだが、その前にさっきのところの左を確認。何もないぞ。まあ行きそびれたがなくなっただけいいよ。では登って。どうやらここも誰かが何かしたようだな。で、おそらくあの隊長でしょう。まあそれしかないか。とりあえずセーブポイント。はい、レベルアップもできるな。いい感じ。機敏と強靭が手に入ったか。ここで攻撃の幅を広げておきたいところ。これとか。バリア破壊か。まあここで見ることになるかは分かんないけど、でも無理かな。そのようだな。とりあえず右を確認しておくか。まさに右は行き止まりだな。アイテムに行きたい。なんか上も上でありそうだが。と言っても届かないし。とこれだけか。でも因子か。思ってたよりいいものだった。因子もレベルアップ以外だとなかなか見かけないしな。だね。となんだ。どうした。さっき赤い蝶が。はい、이쪽연구소에는이충이없는모양이야。다른연구소가어디에있는지찾아봐야겠어。なんか外に出てしまったようだな。敵がカラステンドみたいなのになってんだけど。これもアッツなのか。なんか違う気もするな。無理か。まあいずれそっちにも行けるだろう。これだと上から回ってくるパターンかな。上に何かあるが。あの肉汁を壊せれば。壁みたいなのが落ちてくるか。いや、止めてあるみたいだから落ちるってことはなさそう。となると、なんだろうね。その前にあの肉汁を壊せるかからだけど。どうだ。ダメみたいだな。まあ今は無視するか。と今度は奥だ。手に持っているのはなんだ。っぽいね。大砲でも撃ってくるのかな。その可能性があるな。まあやられる前にやっちゃったから。どうせすぐに出てくるだろう。まあそこだしね。でまたモンスターハウス。今度はあっさりやられないようになる。さっきよりは集中力が回復してる。あ、使うアイテム間違えた。これだと継続回復か。もったいないけどな。何してたんだ。ついたして消える間際だと思っちゃって。ってやば。よし、うまく決まってない。ありそめなかった感じ。とりあえず下がって回復。気力感が。でも下がってくれたおかげで。一気に押し込まれた。なんとかなった。油断すると本当やられそうになるな。ザコも本当は侮れない。でまたアーティファクトっぽいのが来たな。虎の回しって名前だと脱狂か。じゃないみたいだな。壁蹴りだ。やっぱあったのか。これを使う場面もすぐに来そうだな。だね。はい、いい물건이뭔지하나。아무쓸모없는물건이라는거군。그렇다고해두지。
全然説明になってないな。さっきのテクニックの画面の説明でこっちは十分だけどね。で、今やったな。一瞬紫になった時のやつね。で、ここは終わりだな。まあ、この様子だと上に行くしかないね。はい。いけ、無寸処理じゃ。なんだこのムービー。はい、ソニャネン。はい。混乱스러운틈을타뭔가를하고있는모양이군。좋은생각이긴하지만저위로어떻게올라간다。早く。ついにではないな。まっすぐに来るとは思ってたけど。どうした。これジャンプボタンを押すまできっちり壁側に入れておかないとダメみたい。なるほど。壁の近くだからって判定じゃないみたいね。まあそれが分かれば十分だろう。まあね。おっとけ、いろんげ可能なんごち。で、もう回復できないぞ。とりあえず行くか。やられたな。まあわざわざセーブポイントに帰ること考えたら、これもありか。では戻ってきた。回復もちゃんとできるようになった。てかやっぱこいつら複数いて攻撃タイミングをそれぞれずらしてくるとか、なかなかね。とこれだとまずは下から見てみるか。さっきの奥か。やっぱ大砲みたい。で、倒す前に落ちちゃった。それはそれでいいだろう。じゃあこの右を。またカラステンガがいるし。どうやらルート的には別になるようだな。こっちだと研究所の上のところって感じか。ってここ渡れるかな。落とされてしまったな。も、今度は敵に気をつけて。牽制か。とりあえずね。おいおい、危ないな。二段ジャンプできてよかった。どうやら研究所の方まで戻ってきたな。このまま右に行けるか。ジャンプのタイミング次第ではあるだろう。いや、そこまで悩まなくてもいいかも。オークがそこにいたか。ただこの先は。ここまで戻ってしまったか。なんか右上のところも行けそうなんだけど。それはさらに上からでも行けそうだが。まあそうしようか。せっかく脱出セーブポイントで。レベル上げか。回復したかったのもあるしね。그렇다면악몽에나오는사람들은어떤자들인거지。よし、あとはスキルの方。攻撃スキルでいいの。悩んでるか。まあ取れるのは限られるけど。これは取れないぞ。まあ見てただけ。取れるのはこれか。単純に攻撃力アップって感じだな。あと攻撃が割り込めなくなるみたいだよ。でこれもな。空中での強攻撃か。でこっちは投げ払いか。ダウンが取れるなら意味ありそうだが。ムービーだとひるんでるぐらい。まあこれ取っとくか。これでまた攻撃の幅が増えたな。今はこれぐらいで。で、アーティファクトの確認か。マーニューを消すぐらい。では行こう。今度は上の方を通ってだな。では今度は上の方を通って。なんだこの大砲。実はまともに飛ばないんだよね。なんで回避で前に出ちゃえば比較的安全。こいつの攻撃は食らってるな。でも2発目はちゃんと当たらないように。最低限だな。それだけでも結果は変わるからね。この弾は
僕がいるんだろうね。やはり画面外な有効か。やらしいよね。とりあえずこれで。で、これは先に進むために必要か。これかべけるのためでしょう。となると反対にも用意か。ちょうど見えてるしね。もう少し後ろ。これでいけそうだな。いや、先に右の方を確認ね。また多くだな。位置的に面倒だけど。銃でやるか。確実性を取る。これはこれで当てるの大変だと思うが。でもあと一発だし。これで排除はできたか。おそらくこの肉子のためだけなんだろうな。とはいえ下とどうやらつながりそうだな。でも落ちて戻れるかが心配なところ。トインシだ。じゃなかったな。これカジヤで使う素材だな。そういえばそんな名前だったな。でも一つじゃ。それにまたカジヤまで戻るの大変だろ。それあるよね。そういやファストトラベルは出てくる気配が全然ないよね。なおさら戻るのが面倒になるな。本当はここまでアビリティを取ったら破壊された都市の方も行きたいんだけどね。確かにな。でこのまま右に行くとイベントかな。なら先に左か。犬もいるし。一気に開示されたな。てかめっちゃ広いんですけど。ここを行くか。いや、これならイベントこなす方が。이곳이중앙경찰지상층인가보군。누군가이곳을강제로열었거나또는우리를기다리고있거나둘중하나일테지。とりあえず。レベルも15か。上限わかんないけどそこそこつける気もするな。で、スキルか。と言ってもな。これも取れないし。てかこのでかいのは。選べるのか。なんかそんな雰囲気は。これかな。まあこれもありだろう。弱攻撃と別で出せるなら、とこれは。昇竜山とあったな。まあ今回は我慢。とりあえず進むか。目的地はここだったけど。ここに入ればか。うん。これスピアみたいな攻撃だったね。ちょっと長いからやればよかった。これ下に進んでいくのか。いや、この様子だと目的地もなくなったかみたいだね。このまま右に行くしか。あ、そういえば今あの女の子を追いかけていたんだった。忘れそうになるな。足跡もないからね。確かにな。攻撃中に食らうとな。とこれはスピアか。よし。で違った。いや、倒せてはいたみたいだな。紛らわしい。これは報酬型の記憶か。ここまでのもカウントしてくれたらいいのに。結構倒してきたからな。ほんと。で、ここからは素直にエレベーターに乗らないとダメかな。戻っても無駄、足踏みそうだしな。
やったセーブポイント。一息つけそうだな。トレベルアップは無理か。じゃあ右の扉。いけないか。どこかにスイッチかな。であの女の子。드디어따라잡았군。뭐야침입자가당신이었어여기서뭘하고있는거지하이곳에서몰래조사를하고있었는데갑자기침입경보가울리더니주요거점들이전부잠겨버린거야그래서보다시피중앙제어장치들을해킹하고있는중이었지그런데그소란의주범이당신이었을줄이야정말한시한시가급한데말이지유감이군그래서이충은어디에있지유감이라고그렇게말해놓고내가도와주기를바라는거야확실히내게남은시간이많지는않지만그렇다고너역시그렇게여유가있어보이지는않는데일각이라도협력해서문제를해결하는게좋지않겠나뭐좋아이충은이앞승강기를타고올라가면만날수있어하지만그승강기가봉쇄되어버린상태라는게문제인거지저문을열수있는방법이있나열수있긴하지만여간귀찮은일이아니야합저승강기를열기위해선남쪽연구소어딘가에비치되어있는마스터키가필요해그남쪽연구소에진입하기위해서는유일한진입장치인승강기를이용해야하는데 걱정하지마그승강기를다시재가동시킬수있는동력전지가어디에있는지알고있으니까바로동쪽과서쪽연구소에어딘가야어딘가라니정확한위치를모른다는건가오히려이정보까지알고있다는사실에감사해야하지않을까자동쪽과서쪽연구소로향하는문을열었으니어딘가있을동력전지수집을부탁할게협력하겠다고하지않았나이미당신에게그정보를준것만으로도내몫은충분히했다고생각하는데아그리고하나더남쪽연구소의승강기를작동시키려면동력전지뿐만아니라암호코드까지해독해야한단말이지다시말해당신이동력전지를가져올동안내가놀고만있지는않을거란말이야그럼잘부탁해사카씨사카씨잖아요そう聞こえるんだな聞こえないまあ聞こえるがこれで左というか西はいけるのかな東も大丈夫みたいだぞとなると結構大変だなまあどちらにせよ最終的には行くつもりだったろ回収作業があるからねではここから先はそれは次回に回すよ